こんばんは。ひょー、こんばんは。よいしょ。チョロギー拓也でございます。小林製薬の男子です。不思議の幻想郷タワーオブデザイアをやってきます。金の玉の後地下の方に潜ってきてキュートの方まで来ました。鉄アレイさんはきっと来てくれると思いますが、まだいません。こんばんは。じゃあ行きまーす。状況確認すると、ステータス的にはこんな感じ。まあほどほどって感じですね。でアイテムをちょっと整理しまして、ほどほどになっております。じゃあ行きまーす。お番でございます。ドン。30何階か、旧地獄街道30何階か中の16階、33階ですねまで来てます。こんな感じかな。じゃあ行きまーす。ゆかり様、あ、様出てきましたね。怖いですね。怖いよー。硬いですね。やられそうな気がする。やめなさい。正気を失った。お、なんじゃ。あ、鉄アレさんらしき人が来ましたよ。すげえ、すげえ狭い通路だ。アーメウ。わ、なんか来た。アーメウ。アーメウ。あ、なんか来たよ。666。ケーネさん。なんかね、様が出るようになりました。ケーネ様。うん、怖い。ひえー。対抗薬ってなんじゃ。すげえ。幼児に対抗してしまう。ほぼ正解。そうですか。悟り道。おう、あれはひょっとしてマリサさんじゃないですか。マリサさん。しかも急になんか2Pカラーから赤い。よいしょ。 赤いマリサと緑のタヌキ。ドゥ。あ、悟りだった。ああ、これはあれやな。ケーネさん。ケーネさん。666。666。わあ、すげえ色してんだ。すごい色ですね。うん。いただきまーす。お。あれ？あれ？あれ？寝てる？寝てるし。敵かと思った。サポートなら任せてくださいって言って寝てる。寝てる。あ、あれ？あ、このキッコロ。キッコロだ。あのスカーレット警察24時の方の、うん、パチュリーさんの後ろ姿みたいだなと思ったんだけど、キッコロさんだった。キッコロさん。キッコロさんではない。大爆発の罠発動しなかった。しないこともあります。ほう。いて、ドラム缶落とし結構効くんですよ。やめて。聞いてますね。ん？はい。おう。おう。そこ。マリサさんはやっぱりアイテム盗んでいくんですかね。ああ、そうでしょうね、きっとね。それ以外やりましたっけ、特徴。あんまりないです、ね。ああ。ゆかり様、わしはどこへおるんじゃ。これで。やっ。キッコロ。寝言。あ、なんかふとちゃんやられてるよ。え、めっちゃ速く流れてるよ。何今の。爆発した？いや、わかんない。あんだけログが一気に出るってことは、うん、範囲攻撃、あ、範囲攻撃したのか。はあ、ふとちゃんが。そういうことか。はあ、ドブロック。いやー、鉄アレさん元気ですか。元気です。あ、最近鉄アレあんまりやってませんね。忙しいんで余裕がないんで鉄アレ休んでます。
ただの鈴木です。ただの鈴木、こんばんは。ただの鈴木、うん、ちょっとね筋肉にあげる栄養がちょっとね、今ね脳みそにいっぱい栄養あげてね、脳みそにタンパク質ってる、そう脳筋ってやつですか。今ね脳筋状態。ちょっと今週中はね脳筋だから、脳筋、うん、脳筋鈴木、うん、脳筋やめなさい。花丸脳筋で、ん？ん？違うな。今日急に、うん、生徒に行かないかって話があって、生徒？ええ、学校の、ん？ん？生徒に行く？高校の白霊ロケット、え？ほう、生徒ってどこだろうと思って思ったら、よく考えたら職の首都でしたね。中国か。ええ生徒、いやうまくボケきれなかった。そうです。よく講師をやってくれませんかっていうのはね、なんだかんだあるんです。ちょっと弱荷で講師をやってくれないかみたいな。ああ、たまにあるじゃないですか。ありますね。でも生徒をやってくれって言われることあんまりないからさ。そうだね。っていう流れにうまく持っていけなかった。難しいね。うん。生徒、聖なる都。違う。その性の字はやばい。なんかふとちゃんがなんかつけてますけど、あれなんすか。なんだあれ。さっぱりわかりませんけど。かっこよくなった持ち物がいっぱいです。一息つきましょうか。ん？ん？なんか遠くから攻撃されてる。うん、お前か。お前か。お前か。あれなんだ、ふとちゃんのやつ。あ、ロケット？違うな。なんだ？なんじゃ？わからん。なんか敵に何かされてああなってんじゃないの？そうなんですかね。あ、ランクアップするとああなるの？レベル 36？ パチェボーがランクアップしてるってコメント。あ、でもパチェボーレームの方か。あ、違う。わかりません。わかりません。なんか、あれ、ひじりの、なんかっぽく見えるけど、なんだろう。あー。どういうこと？ファンネル。ファンネル？あ、食らいなさい！倒したら出てくるんだ。いて。あー。ゆかりさん隙間好きね。33階なんでまだまだなんですよね。なんかあれは縦にバリアかなんかがついているように見えるんですが、グラフィック上は。なんなんでしょうね。ね。しかも妙にでかいよね。妙にでかいです。エフェクトが自分のキャラのマス、すげえはみ出して。かのこさん湧くんですよ、急に。ああ。目の前で湧きましたけど。神様だからね、しょうがない。臭いの。さ、妖怪はすぐに。違う。我がケチらしく触れようぞ。おう。食らいなさい。おうふ。おう。これで食らいなさい。やは。や。おう。あら、あ、かなこ様になった。食らいなさい。こいつか。強い。これは怖い。こんな時のために不幸の札をたくさん敷き入れておるぞい。やった。十分強い、うん、いっぱいいるな。
養殖ですかね。養殖かなこ。おう。エンク、体育進化。おう。弱にで講師。そう、弱にで講師してくれませんかとか、なんか専門学校で先生やってくれませんかとか、ね、よくね言われてますけど、ね、これはいきませんけど、ね、ただの鈴木さん今日声めちゃくちゃ小さいですね。え、マジで。ちょっとね脳筋だから。今週脳筋だから弱ってる、弱ってる、体の方弱ってます。今週中にね、あの作詞をねなんとかやっつけちゃわないとね間に合わない。わあわあ、なんだ、燃えすなや、燃えてしまった。ジェラシー、嫉妬の炎ってやつ。まんまですね。ええ、キスメさんはドラム缶になってませんか。強そう。最初みかん箱で、その後オケとかになって、ええ、オケで正しいんですけど、ええ、ドラム缶になってしまった。ドラム缶。キスメ様だから多分最上位なんだな、あれが。まだいっぱいあるんですよ。まだ上にいんの？いますいます。マジで？まだまだいます。ドラム缶の上何になるんだ。こんにちは。お。邪魔です。うん、結構食らいますね。おーおー、なんか来たぞ。ま、あれか。ヌエ様。かけてた。あ、またヌエ様。ヌエ様多い。うん。まだあるか。くらいなさい。ナズーリン様。なんか変だね。同志ナズーリン様。我らの同志。水で流す。水系ですね。三国志大戦ですね。これで強いな、やっぱ。おう、また旅だ、うん、燃えますね。くらいなさい。これでパルスイ、うん、行き止まりだ。敵多いな。経験値がガンガンもらっていってますけど、うん、結構敵もいろいろやってくるようになってめんどくさい。めんどくさい。エディ、うん、おうふ、くらいなさい。よっこらしょ。あ、今のところ、うん、お、ドラム缶のマークが放射性物質になったり、うん、なんかバイオハザードマークになったり、いろいろコロコロ変わってたな。初心者マークになってたりしてたな。なってましたね。すごいな。パルシーめんどくさい女ですな。語弊が。うい。そうか、ナズーリ様、見た目がどう見てもあれ。これで、そこ、そういう説がありますね。暗いなさい。はは、黒いからなんかそう見えるね。てか、そのまんまだ、ね、色味が。千葉の方にもそうですね。なぜか千葉在住っていうね。東京の、あ、違った。まんまだ。いろんなカラーリングがあえてああしてません。そうですね、やばいですね。これで、あの色味の組み合わせじゃなくてもよかったんじゃないですかね。色なんてね、256色ぐらいね。あの300、300じゃない、3万色ぐらいはね出せますからね。これで
二重結界。逆転かキャップ、うん、怒り狭いな。なんだっけ。気になる。やばいわ、後ろ姿やばい。後ろ姿。パルシーのスキルはアイテム欄に空きを作ることで防げます。なるほど、うん、そうなんだ。今1個空きがありますね、うん、なくなった。すぐなくなる、うん、うぇー。氷漬けは次のフロアに行くと溶けるっぽいです。はは、あ、地霊伝来たよ。お、知ってる曲流れた。お、うろうろしてます相変わらず。うん、わあ広い。なんか変な模様の、なんだあれ、ステンドグラスかな。はっ、はっ、そこを振らいなさい。あ、違うか、地霊伝だからあれ溶岩かなんか吹き出んのか。これで違うか。邪魔です。我が力存分に味わうがよい。標準いくぞ。この標準は取れた。おう、なんじゃ。やランキリュウ、くらいなさい。やいただきます。これなんか踏むと効果あるのかなあれ、うん、燃えそうな、少なくとも嬉しい効果はなさそうな気がしますけど、うん、あれ、でもないか。あれ、ただの模様、ただの模様なのかな。マジか、敵多いな。はっ、これで。あ、うどん毛スラッシャーとうどん毛の耳って違うものなんだ。どんだけうどん毛好きなんでしょうね。そんな。地面がカラフルだと見づらいですな。あの、なんか騙されちゃう。うん、頑張れ。経験値がすごい増えたね。うん、4桁いってますね。そこ、いや、もらえる分が、これで、そこ、来ない、食らいなさい。よいしょ。いや、はっ、楽だのう。うん、一マス先攻撃できるだけで全然違う。うん、青。あんまり頑張って探索する意味がない気がしてきた。飛ぶな。飛ばなかった。くらいなさい。おう、青。おう、おう。なんか大変なことが起きましたね、今ね。保存の隙間が1個燃えましたね。燃えたの？燃えましたね。マジか、困りましたね。何が燃えたんでしょうね。うん、それが出なかった。どれだか分かりませんからね。ええ、困りましたね。余分を作っておきましょう。
萌えん。なんでもないです。 あ燃えてしまったということですね。解説が入りましたね。うどんげ様。お、うどんげ様、怖いよ。なんかこの前の商店、うん、あれでしょ、菊王師匠が、黄色い人が、大喜利の司会だったんでしょ。噂を聞きましたよ。ね。だから、円楽とかが、回答する前に、まず解説を入れるそうです。ああ。あの、FIFA ってわかりますか？言ってから、前置きしてから、じゃあ答えますっていうのを円楽さんが、あの、円楽って、あの、わかりますよ。代替わりした円楽さん。ずいぶん前の話です、それ。ええ、ええ。いまだに頭の中で楽太郎って俺の中では印象が強いですけどね。みんなどんどん名前変わってしまいました。あ、楽さんって OK。 なるほど、そうか、楽さんか。そこ、楽さんだって偉いですからね。そうですよね。若々しいですけどね、相変わらず。うわー、なんだそりゃー。卵落としってなんだ、つらい。どうしようかな。ここの隙間使っちゃっていいのかな。めっちゃ食らうな。うん、ガラクタ、ガラクタを入れた。250って即死じゃん、うん、しんどい。あい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 、ちゃいちゃいちゃい、やめてー。このフロアやだね。さっさと次行った方がいい気がする。そうっすね。ああ、こいつだ。レベルは上げたいものの、アイテムの消耗が大きいので嫌ですね。これでよいしょ。名前が変わっていく制度って落語家のこと言ってます？そうですね。何代目円楽とかってね、分かりづらいですけどね。当たんね。超人モードなんか、なんか何かないか。倒した。お、大きいお花、うん、お、6じゃないですか。なかなかいい。これ脳筋の人はなかなか大変ですよ、この操作。これめんどいですね。よいしょよいしょ。あ、違う、これでこうか。保存の隙間にそれぞれなんか名前をつけないとわかんないですよね、うん、どれだったのか、うん、まあ、結局わかんないんですけど。え？まあね、さっきみたいに保存の隙間燃えちゃうこともあるから、そう考えるとね。やめてー。アイテムを整理して入れとくわけにもいかないよね。分散はしてあるんですよ、うん、一つの隙間に集中しないように。はいはい。あれはないのか。じゃあ、あ、違う、いいのか。よいしょ。これで紛らわしいんじゃん。HP が300になりましたね。お、そしてあと10回、うん、
なんだここは見づらいの。心がうどんげ様も後ろ姿心に髪がたくさんあると、うん、キッコロになってしまう、うん、森蔵だ森蔵か。フランドールさん、いやー結構食らうな。痛え。あ、やばい。てい。よし。おう。隙間さんか。あ。てい。てい。無敵薬。欲しい。おう。欲しい。隙間にって実質1回しか使えないからな。あーあら、やみちくり。お札が燃えてしまった。お札は燃えるもの。どのぐらい燃えたのかわからない。ウーサム書を使えばよかったんだ。百連の強いやつ。ああそうか。いてえ。お前取る。も戻ってもな。倒して進む。これで。うえ。おおなんだ。やめろや。困ったの。体力が減ってきたの。ランドールさん。何かお札を使おう。飛んでかねえ気がするな。飛ばねえ。うへえ。やべえ。死んじまう。回復かな。このね、余裕があるうちに回復っていうね、うん、重要ですね。重要。強えな。あの火は消えるんだろうか。消えた？消えてない。消えた。シムシティみたいだね。ターン経過で消えます。消防署あったんだろうね。予算ついてたんだ。来た。うわ、なんで同時に来るねん。なんか敵の脇が、お、ここは、それはそうでしょう、呪霊殿ですよ。え、あんた、幸い、まあ、ええ、あら、お待ちなさい。あ、ま、休憩所ならお願いですから、あなたに、かじ、失礼ね。せっかくだからですか。うっ、確かに。心配しな、あなたは異変の回、はいはいわ、その代わりぜっ、まったく。なるほど。あらあらあら、呼吸系。あれ、オリンがいる。リンリン、あ、スペシャリバ、お、言いつけ通り必要なものはこの部屋に揃えておきましたよ。ありが、やっほー、遠路はるばる。あんたは悟りの、わかった、うん、まあ私の名前は、しかもそうだ、何、あたいと悟空が管理している灼熱地獄跡が
何かしらの、なんとか、あたい、一人、そういえば、それが、何よそれ、これは、金玉のかけらのせいですね。絶対なんか、原子力暴走してるよ、これ。怖いよ、スクラムだよ。はい、いや、お姉さん、あたいは、その、氷、任せておき。私とリンとゲセゲセヌいろんなペットがいますね。本当だ。くらいなさい。猫、あ、かわいい丸い猫。あれカンダル、これは使わないであろう。あー、フォービドゥンフルーツ、うん、これ正気を失うってどうなるのこれちっともわからないんだけど、因がいっぱいあるな。あ、消えちゃうやつだな。強化して怪力になって強化、はあ、でも強化しちゃうとな、攻撃されちゃうからな、使わなくないですかね。うん、言ってもしょうがないんだけどな。うん、試しに使ってみます。試しに使うとね、大変なことになると思いますよ。あ、そうなの。相当なことになると思いますね。あ、おとりがなかった、なくなったんだな、一個な。おはぎいっぱいある。また来てくれよ。ヌエのフォーク。はい、刺さると痛い。あ、そうか、強化抵抗か。こっちにつければいいのか。なるほど。心の隙間位置売りつける。高い。お、え、え、1の方が高い。え、どういうこと。いろいろ入ってるから、中に入ってるものの値段も、そういうことだ。へえ、お得。わあ、お得。だわ、アイテム整理オーバーする余裕はなかった、うん、お話しすると何かあるんですか。特にない。こんにちは。あたい最強誰のことでしょうかねどこの Q ですかね。うん、うわあ、暑そう。今日札幌涼しかったですね。はい、キロは欲しいんだよな。キュンチが強い。防犯機能どうしようかな、これ。合成あやさま。あら、もう色、この色で後ろ姿だから誰だかさっぱりわからん。色での判別はできない。できない。茶葉。これで。誰だ？ランシャマ。お、ランシャマ。サマかな。そうか、ランだけはシャマになる。シャマ。しょうがないね。うん。そして大学はないと。確かランシャマなんだ？ん？なんだ？ん？なんだ？あそこになんかありますね。暗くなる人いるんじゃないですか。誰かいますね。ランシャマ確か武器の吹き飛ばしかなんかがあったはずで、あんまり近づかない方が良かったような気がします。うん、なんかあれ？あれか。あいつか。ルーミア？ん？あれ？開いた。明るくなった。
叩いた。これで。やっ。大悪魔。うん。嘘を封印。お。何枚あっても困りませんね。隙間がない。ない。今日はクリアできるんですかね。いけるんじゃないですか。最近調子いいですよね、うん、試練の方もクリアしたし、うん、そうそう。あ、お腹減ってた。お腹が空いたぞい。いただきます。大量のおはぎをね、ずっと持ち歩いてますけど。おはぎあれば憂いなし。腹が減ってはおはぎができる。善はおはぎなどなど、さまざまなことわざに使われているおはぎ。初耳ですけど。ランシャマはなんか一撃ですね。うん、そんな強くない。通路でできれば出会い鉢合わせしたくない感じですね。うん。なんだ、うん、何があったんです。猛毒。そうですか。あら、誰かついてきてますけど、うん、虫。行くぞ。おお、なんだよ。これが。なんじゃ。なんじゃ。やめろや。やめろや。暗い。あ、壁じゃないのか。ああ。やめなさい。あ、死ぬ。溶岩。危ねえ危ねえ。これが私の切り札よ。体力が。しまった。やめてー。でゃあ。お。これで。出口。ルーミーは多いな。おー、なんだよ。やめろや。ルーミアにスイカが重なって変なことになってた。ちょうどクリティカルが出ましたね。お、当たんね。そうか、ミニ特攻か。ああ、それでランシャマに強いんだ。東京超暑いんでしょ、噂によると。らしいね。エクレア何度ぐらいいってんだろうな。はっ、そこ。館林市、皆さん大好き館林市で39度とかなんかそんなのあったよね。死んじゃうよね。死ぬ。体温より高い。7月だよ。あれあれ？あれ？今そんなだったら8月とかどうなってしまうのか。二重結界。ウイルス？ん？これは衰弱。衰弱とはなんじゃ。体力を奪われていくって出てたよ。本当？あら大変。本当だ。あら。あら大変。二重結界。あ、まじだ。わやわや。まあ、ターン結果で回復するんだろう。ええ。おお、回復した。やっはっ。やめなさい。
頑張れふと。あら死にそうになっとる。これは次行って回復した方がいいんじゃないか。満腹度も減るんだ。あ、湿布ね。そっかそっか、湿布使えばいいんだ。全然使ってないね、湿布ね。怪力ちょっとした薬。ふとちゃんずっとあの状態のまんまですね。そうですね、うん、まあなんとなく良さそうな効果だからいいですけど。くらいなさい。経験値1500。落ち着くわね。よいしょ。あ、酔っ払いが、うん、あ、あ、うん、なんだ湧いた。マリオっぽいね。ほんとだ。やめなさい。いっぱい来るな。そこ水。お、うん、うん、札か。札はな。スペルカード隙間、うん、隙間の元、隙間の元ってめんどくせえな。水が使えれば使おうかと思ったんだけど、うん、これはなんじゃ。絵の具、あれ。なんかそのうち使うっぽいっす。へえ。水は使いませんね。米、あ、出た。米、米があればほおはぎができる。なんと。そういえば陰の隙間が1個できましたね。隙間っていうか余分が。はあ、どうしようかな。水いただきます。おう、おいえい、おう、怖い。くらいなさい。いてえ。おう、どうなっとんねん。スイカ、逃げるべし。ん、射程距離がどんだけあんだあいつ。すげえ遠くから花火投げてくる。ドキュンですね。あー、ドキュンですね。ああ、レイムは重くて持ち上がらないってちょっとあれだね。さすがの怪力遊戯様でも持ち上がらないと。お、お、チルノ様、チルノ様怖い。氷漬けになってしまった。くらいなさい。フロア移動すれば。あお、うん、怖い怖い。えい、倒せ。存分に味わうがよい。やめてな、なんだこりゃ。おわ、やめて。低速の罠。そこ、いや、もうめんどくせえからさっさと次行きたいもんですね。うん、ん、お、ん、あ、同点させられた。同点、敵が同点しちゃうと特殊効果ばっかり使ってくるようになっちゃうって。へえ、うざいって。なるほどね。アメフト選手の間で花火で怪我するの流行ってますし。え、そうなの。おっと。
マジでマジで、え、入っちゃうの？入っちゃったね。炉心に入っちゃったよ。怖い。やべえ。炉心に入っちゃいましたね。やばいね。もうなんかさっさと出口を見つけて。うわ、マリオ。そこ食らいなさい。吸血。カッパマリオ。これで外したし。はっ。行き止まりかよ。ちょっと。そこ。ちゃう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 。危なかった今。あ。やめてー。どっからやってんのよ。どこから？あなたのあなたの風はどこから？そういうこと？食らいなさい！いや！吸血状態にこっちがなることあんだ。ほん。えおう。ダメチクリー。やめちくりー。これが風水の力だ。甘いものは嫌ですよね。出口。お。最近なんかあの自撮り棒が流行ってて、うん、間違って拳銃の方の引き金を引いちゃうっていう事件があるらしいですね。え？間違って拳銃の方。ちょっと難しい話ですけどね。むずいっすね。拳銃、銃社会だとそういうこともあるのか。そういうこともあるみたいですね。怖いの。自分に銃を撃ってしまうのか。怖いの。なんか自撮り棒で写真撮ろうとしてたらそこに雷落ちて、自撮り棒持ってたがゆえに雷直撃して亡くなった方がいるとかいないとか。あ、あ、セーフ。一息つきましょうか。どこやねん。これで食らいなさい。ん？そこ。もうちょいですね。うん、早い、サクサク。50分。うん。あ、中国。白い中国。ん？天子様。よいしょ。なんか。お？リグルも来た。おぉ。これで。強い。強いの。何がしかを。食らいなさい。いや。あ、それ敵だったのか。あ、そうです。そっか。
小石様か、さ、あの悟り様か、悟りかと思ってた。くらいなぜ。すぐ冷める。わお、うん、めっちゃ減った。なんかピチュンって言いましたね。ほんとやばい。怖いね。これであれ敵だね。わあ、頑張れ。我が力存分に味わうがよい。頑張れ。わあ、誰でしたっけ。セイガ。はい、させるか。どんどん敵が来ますね。ねえ、悟りさんもどんどん来ますね。いっぱい来た。わあ、もうダメだ、もうダメだ。これの次がボスですかね。うん、そのようですね。うんうん、回復したいな。一息つきましょうか。レベル51。お。やっ。そうか、小石様色がなんかあれだから悟りに見えるんだ。あ、音が。あれします。はいはいはい。ここでちょいと天気予報です石狩、空知、尻べし、稚内、室蘭、室伏。おおむね晴れるでしょうすげえ適当な適当なことを言ってしまった。後悔しておりますなんかあのモバマスのあの幸子に見えるあの小石、色と帽子のせいで。あれね、うん、ペンデュラム、なんだこれ、異質。はあ、ナズーリン。あお、あ、ペンデュラムっていうの、ダウジングのあのボッコ。おお、そうなんだ。へえ、合成しちゃおう。おあー、でもロンゲスラッシャーは因がついてしまうな。ほっとこう、うん、いてえ。でかい天候、地震起こしたんだ、うん、さて無敵薬が1個あって、うん、何か合成をしたりしなかったり。無敵薬あれだな、これでできるな。間違った。先にこれを装備しておいて、忘れそう。無敵薬とか合成できたらいいんですけど、調合できたらいいんですけどね。ああ、いいっすね。ないですね。力はちょっと欲しいけどな。それなんだ？水。水とは。玉露。療薬。持ち物がいっぱい。隙間、ピーカン、加速。冬いらでんだよな、うん、いや、いるのかな、ひょっとして。悪霊チャームは邪魔なんだよな。陰を記憶できる、うん、って書いてあったね。クモシン特攻はあ、うーん、うん、あ、ここの隙間だ。
ああ心の隙間だ心の隙間に入ってたのか。取り出せない。割れる。ああ、いや、いらないんだ。ああ低速の札とかもありますね。いい感、いい感。回復がちょっと足りないから手持ちのどうでもいいアイテムが欲しいんだけど、余裕が、手持ちの隙がないんだよね。てやうんうん、おはぎこんないらねえなそっか、おはぎ食べた時の効果ってフロア別かな。あ、力は減ってない。エクレアはな、結構回復するんだよな、うんうん、2人同時に回復するから、うんうん、特製おはぎいただきます。あ、蛇とカエルの髪飾り崩れ落ちた。あ、あしもた。え、そうなの。失敗してしもた。マジか。順番を間違えましたね。おはぎでやられてしまうとは。おはぎが、そんでもって結構隙があるから、これなんだっけ。あー、そっか、これでいいか。あれ、ふとちゃんの方が HP あるな。あれ、ほんとだ。レベルは低いけどね。へえ。納金。納金。じゃあこれでいきますかね。よっしゃ。おそらく置くと。全然違う人出てきたらどうしよう。新キャラ急に出たりしてね。いやー。いやー。力の気配が近。マッキン。キャー。わー。あ、明らかに。なんなの、凛之助さんに。なるほど、声優さんも大変だな。ま、グレンのヤタガラス。ダメ、ちょっと。だとしてもまずはあいつ。そんなギタギタってジャイアンしか言わないですよね。ラン、なるほどです。あんたが相手だとは分かりました。弾がないですけどね。あの真ん中の方に弾が融合しちゃったんじゃないですか。どうしたの、どうすんだろう。あ、でも弾一回かけ、バラバラになってたのか。そう、わー、なんだ、わー、ちっちゃいのいるな。ほんとだ、悟りもいるな。すげー、デカボスだ。とりあえずなんか使おう。いただきます。そして、うん、薬ですね。装備って今大丈夫なんでしたっけ。装備大丈夫ですね、はいはい。あ、本当は千里眼付け直せばよかったけど、あ、まあいいや、うん、爆睡とかね、うんうんうん、対抗とかなんか感覚あります。あ、これとかいいかもしれないね。どういう効果か知らないけど。あ、爆睡使ってみますかね、うん、いただきます。あ、飲んじゃった。え、みんな寝た。あれ、ふとちゃんだけ起きてる。マジで。自分寝てますけど。あれ、あれは投げつけてるのかな本当は。そうなんですね。よく寝てます。よく寝てますね。敵増えましたね。ん、なんかあのモヤモヤは何なんだ。レイムの最大ヒットポイントが187って、そんな少なかったっけ。神経毒ってなってますね。いや、間違っちゃった。ははは。あ、投げて使うんですって、爆睡。そうだよね、俺もそう思ったよ。お、やった。大変なことになってますね。改めて何か使いますか。もう一回加速を。いただきます。使った上でエクレアとか。クレアな、70ぐらいなんだな、回復な、うんうん。どうしよっかな。先になんか全体効果の爆睡かなんかを
これが私の切り札よ。おお、死んじゃう。イエーイ、やべえやべえ。あ、スコちゃんだ。ロキュン、ギリギリでした。ひえ、とりあえず回復ですね。うん、大変なことになりましたね。やべえ、つえ。やめなさい。寝てませんね。ん？ああ、そうですね。効かないのかな。無敵薬をとりあえず飲むかな。うん。いただきます。サトリさん何もしてくれないですね。そうですね、サポートしてくれない。これは上の方に行って何かした方がいいのか、こっから上にあれした方がいいのか、ふとちゃん回復しちゃうとふとちゃんやられちゃうからな。ああ、殴った方がいいのかな。そう、そう、そう、封印。うん、P かあるから。ああ、一回二重結界しますか。おお、はい。なんか下の方のあいつらも敵なんですね。うん、あれのようですね。あれ倒しとかないとダメージ受け続けるの、ね。そのようですね、うん。あれは殴り倒さないといけないのかな。めんどくさいな。無双封印しますか。引くのかな。神霊無双封印。聞いた。お、綺麗になった。ダークマターを倒した。ダークマター。ほう。そしたら、ふとちゃんを復活させて殴りに行くかい。そんな感じですかね。私の本気見せてあげるわ。おお。礼を言うぞ。クリエイトダークマター。加速がまだあるんだよね。ガチっていける気もしますというコメントが。加速を飲んで殴りに行く。うん。いただきまーす。はっ。どんどんできちゃうね。うん。ふとさんに殴っていただきたかった。こっち来ちゃった。作戦を変える。ああ。敵が来たらやっちゃって。もう一歩上行って殴り始める。うん。と、で。ミス。これ強かったやつだね。そうっすね。わあ。無敵状態解除された。マジか。辛い。あ、無双封印ですな。そうですね。辛い。持っててよかった。無双封印。ボスにも当たってる。うんうん。あ、なんだ。出てきちゃった。なんだこれ。赤い羽がいっぱい。これはまたなんか良くないことがあるんでしょうね、あそこにいると。ああですね。さっきミスったんだけど単なるミスなのかな。ああ。プラネットズンっていうのもありますよ。ズン。プラネットズン。もう一回殴ってみよう。うん。えい。112。当たった。いっぱいできた。キリがないの。ありったけ無双封印しますか。どうしますか。神霊無双封印。やめなさい。なんだ今の。なんかあれのそばにいるとダメなのかな。カロリックフェザーの効果。マジか。前になんか周りに4本ぐらい立ってたから1本につき何ダメージとかあんのかな。しんどい。知らねえよ。あら無理だ。答えを教えておいてもらわないとね、わかりませんね。ひえー、
あれなんだよな、羽爆発した、うん、っていうことなんでしょうね。マジか。試練だとあのやり直しそうとか復活系のやつがあるんですけど、うん、こっちないはずなんだよね、うん、あ、今のログって見れるんですか。あ、見れる。93を3つもらってますね。お、いや、もっと前、4つか。やっぱり周囲8マスのあれでダメージ受けるんですかね。単性なのかな、うん、そうですね。5ターンぐらいで爆発して93受けるみたいな感じなのかな、きっと。ひえ、爆発落ちなんだかななんだかなうーん、睡眠はあんま変わんないですね、別にあれやってもね、うん、なんかね、特殊効果も楽器消されちゃうし。そしたらば今日は終わり。あ、そうしますか。なんかモヤモヤしますけど。死んで覚えるゲーム。まあそうなんですけど、あそこに行くまですごい時間かかりますからね。そうも言ってられないんですけど。じゃあ今日は終わりで、またあの辺まで行っておいて、うん、やると。うん。うん。あさって何やんだっけ。よいしょ。あさってわしは何をやろうと思っておったんじゃったかの。わからないの。よいしょ。32階からスタート。あ、はい。そこまで進めておけば。あ、あさってもね、このゲームやります。あ、わかりました。32回ぐらいまで進めておきます。はい。終わり。突然の爆発落ち。じゃあ、小林製薬の S 端子はまたあさって。はい。はい。またあさって。さいなら。おやすみなさい。ピヨー。